蛍骨は獅子動物の後足を構成する長骨の一つである。飛骨とともに膝から足首の間を構成し足の内側前面にある。大腿骨に次いで2番目に長い骨である。足及び足の蛍骨側をすね側という。医学用語の内側及び日常語の内側と同じである。すね側の反対側を小ラ側と呼ぶ。ここでは 人間の頸骨の特徴について述べる。筋緯端は大腿骨、室外骨とともに膝関節を形成する。筋緯端の内側には内側か外側には外側かが大きく張り出しており、その上面つらに二つの上の積雪面がある。上の積雪面は大腿骨の内側上かと外側上かに対応する。上の積雪面と 大体骨端の間には半月があり、クッションの役割を果たす。前面の蛍骨粗面には、室外人体がつく。蛍骨の骨体の断面は三角形となっており、前縁、骨間縁、内側縁の三つの両線に区切られている。前縁は鋭く、皮膚の上から触れる。後面の上部には、ひらめ筋線があり、ひらめ筋がつく。縁移端は、肥骨、虚骨と共に、 足首の関節を形成する。内側に内科が張り出しており、皮膚の上から触れる。下の積雪面が上から内科関節面が側面から虚骨に向かっている。頸骨の筋端。左右に上の積雪面がある。ありがとうございます。